栃木、群馬、埼玉の三県境は、栃木県、群馬県間、群馬県、埼玉県間、埼玉県、栃木県間の三本の県境が交わっている点であり、平地にある。この三県境は、渡瀬せ遊水地の谷中湖の南西にあり、群馬県大浦郡板倉町恵比瀬、栃木県栃木市藤岡町、下宮、埼玉県加須市を野袋がそれぞれ接している。 三県境は全国に40カ所以上あるものの、基本的に山間部や川の中にあるため、平地にある、この三県境は全国的にも珍しい。また、この三県境から東南東に約2.4キロメートル離れた渡瀬川上に、茨城、栃木、埼玉の三県境がある。この三県境の周囲の西一町はここを平地の三県境と呼び、歩いて行ける。 平地の三県郷として事業名の一部にもしている。県境マニアは、この三県郷をおぞに、野牛の三県境と呼んでいる。当初は三県郷は、渡瀬川の上だった。足尾高毒事件により、渡瀬川の流路が変更され、三県郷のある場所は沼地になり、そして1970年代に、約2メートル埋め立てられて水田になり、 最終的に三県境の正確な位置は分からなくなってしまった。調査されるまでは、用水路の Y 字路の部分が三県境だとみなされていた。三県境に設置された直径8センチメートルの新中性の記念プレート。2016年1月から三県境に接する西一町は、各々の,の,の県や国土地理院から助言を受けながら協議、測量を行い始めた。 Y 字路を構成する U 字工を壊し、泥を取り除いたところ、1980年の補助整備終了時に、群馬県が設置した県境確認用の杭が発見された。2月9日には西一町が合同して、地権者立ち会いの下で三県境を確認した。確定した三県境には新たにコンクリート製の杭が打たれた。この調査は住民からの要望を受けて、 栃木市が発案した。かかった費用は約130万円であり、三県境に接する西一町が分担した。同年3月までに県境確定作業を終了し、同月31日、加速式高川部スポーツ遊学館において、栃木市、板倉町、加速市の三市町が行政区域境界確認書への調印式を行い、その後約400メートル離れている三県境に移動。 設置された新中製の記念プレートが披露された。栃木市長の鈴木敏美は、三市長の絆のシンボルとして、仲良く連携して事業に取り組みたいと述べた。4月1日より発行。新中製の記念プレートは、コンクリート製の杭の上に取り付けられ、三県協会の文字と数祖し、栃木市板倉町の各自治体名と経営移動が刻まれている。 関東地方における一都木県側の地見者は1990年代、半ばから自作の看板を立てたりノートを設置するなどして PR を続けていた。おおよそ2010年代からテレビ番組やインターネットなどで取り上げられるようになり、県境付近をまたいだり、手をついたり、記念撮影したりする見物客が現れ始めた。2015年頃から訪れる人が多くなり、 住民からも要望が出されたことから、栃木市の発案により三県協確定作業が行われた。三県協の確定が報じられた2016年4月以降、さらに見物客が増え、西一町は観光資源として三県協を活用しようと検討し始めた。埼玉県加須市は三県境と道の駅数渡らせの接続を計画している。 群馬県板倉町もこの地を町の名所として紹介、三県境を紹介する観光ビラを独自に制作している。栃木県栃木市も三県境と栃木県道、群馬県道、埼玉県道、茨城県道9号佐野古河川を合わせ、パワースポットとして売り出す考えを示した。三県境確定に際し、栃木県側の地権者は地域を売り出す一助にしてほしい。 北関東が有名ににななるるきっかけになればと述べているその一方で、群馬県側の地権者は、区画整理で偶然に割り振られた土地であるとして、賑やかにならない方がいいのだがと戸惑っていた。その後2016年秋から西一町は、歩いて行ける。平地の三県、境関東三県の端から始める関東、ど真ん中連携事業という事業名のもと、 地方創生加速化交付金を当てて地域の活性化を図っている。実際に2017年2月3月には3県、堺と周辺の施設計4カ所をめぐるスタンプラリーが行われた。訪問する人が多くなったとはいえ、実態としては水田のあぜ道の先にその地点があるだけであった。地元住民らが案内板を設置したものの、 近隣施設や近隣住民に場所を訪ねる人も急増した。訪問する人が増え、観光スポットとして注目されるようになったことから、西一町は地権者から周辺の土地を買い取り、水田のあぜ道を舗装して、遊歩道を整備。2018年4月7日に完成した。整備にかかった費用は約600万円で、 費用の半額を西一町で均等に割り、残りを人口比例で分担した。土地県側の地権者は、道がきれいになったので、これからも多くの人に来てもらいたいと話している。ありがとうございます。